まだにひじり麺もろ肌脱いで大あぐら女と孫を雷蔵の弁天小僧菊之助城蔵行って聞かせよしゅう天の政元五右衛門が歌に残した盗っ人の種はつくおお聞けや聞けや力者の幸田だ命が惜しいようでみっともねえよちげえねえ弁天小僧に市川雷蔵町娘おはんに青山京子矢場の女お吉に愛美智子浜松屋の娘お鈴に近藤美恵子浜島庄兵衛に黒川弥太郎赤星十座に島田龍三老中に中村鴈治郎さらに町奉行遠山左衛門の長に勝新太郎など適材適所のスターを網羅した豪華配役であります。勝負はこの場でつけつかず。もうやるねえ。どうせ命は捨てた覚悟でかかった仕事だ。切るなと取るなとどうなってしろい。あれこれ小僧、そうやたらに入れ墨など見せたがるな。そのようなものは拙者もここに背負っておる。いけねえ、いけねえ。ほらな、ファンさん、まっとうな人間じゃねえんだ。そいつはおめえさんにも分かっていなさろうが、盗みの語り言うとそんなちょろっこい悪事じゃねえんだ。伊藤大輔のメガホンと魅力あふれる市川雷蔵の活躍によって文句なしに楽しめる絢爛痛快の時代劇大作弁天小僧、弁天小僧にご期待ください。